清水美智子です。小池百合に似せた話し方を覚えましょう。小池百合と同じようにたくさん得することができますよ。私がまずやってみせますからよく聞いていてくださいね。コツは、く、ぎ、て、は、な、す、です。て、こんな風に聞きやすい声であるのか、そこでお話ししてるからなんですね。く、ぎ、ている中にもやはり3密を作らない効果が生まれるわけでございます。ですので、ぜひ皆さん言葉もぜひ、くぎでしょうか。はい。くぎってほん。